どうも皆さんおはようございます。カタカナで布団です。今回はバトルフロント、今回もですかねバトルフロントやっていきたいと思います。よし、今回は取った。さて ATST 使っていきましょう。さて初めて使うんですけどね。あ、全然見えないなそしてこれ感度高いな。うわ、感度が高い真ん中に行かない。なんだこれ、なんか設定しないといけないかな。乗り物だけ感度低くする、いつもの感度なんだけど。あー、全然当たる気しない。どっから撃ってるじゃあ待って、ゲームがブレブレなんでこんな感度高いんだ。乗り物全部こうやってカット、あ、じゃあ全然当たる気がしないもう全部こう感度高いんかな。実際ルーク戦って、ルークと戦ってたけど、まずこっち倒したい。なんで倒せない全然倒せない。俺俺俺、ロケット当たるか、当たんないか。いや当たんねえな全然。動き、おお、死んだ死んだやっと倒せた。難しすぎ、難しすぎ。なんか毎回僕この ATST、 あ、やばい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 、 ATST よくやられるんだけどやっと2キル、次3キル、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 あれ3キルしてたいつの間に3キルしてたんだもうやっぱりね、歩兵戦が一番ですね。うん、あの ATST はよく毎回やられるんですけどね、はい、会うたんびにボコボコにされるんだけど、僕が乗ったら、おお、うまい、うひょー。いやー、うまい人は頭当ててくんだよな。さてさて、今回も帝国軍側ですね。前回負けたのでね、悔しくて悔しかったので、もう一回実況撮るときはこれ帝国側にしようと思ってしてるんですが、本当はね、帝国軍が本当にまあその映画通りというか、そう、映画の史実通りというかね、あれ動かないな、そう、映画の史実、史実通りというかね、そうそうそう、やっぱ帝国軍側がすごい有利なんですよね。倒したか、ダメか。さてさて、今回はね、これ分かりますかね、ジェットパック、はい、こうピョーンって飛べるやつをねつけてます。で、あといけるか、グレネード、よし、いいねグレネードがね何回でも使えるから、出し惜しみする必要がないんだよな。あ、右にいる、おい、ナイス味方。さて、裏取れるんじゃないか。うわー、なんだ、後ろからやられてる。飛行機だろ、どうせ、やっぱり。どうして僕、倒せないか。あー、倒したい、倒したい。アップね、もう一人。倒して、オッケー。うわー、危ねー危ねー。ジェットパック、あー、危ねー。いやー、ほんと、ほんと、どうして僕は、その空からよく狙われるんすかね。やっぱ一人でこうやって裏を取ろうとしてるからかな、目立つんかな。で、今回はなんかね、LMGみたいなレーザーライフル持ってきてます。レーザーマシンガンかな。こう裏取れたんじゃないか、誰も気づいてないんじゃないか。これはうまい、これはうまいぞルーク向こう行ったこれはうまいけど当たんない当たんないな。ちょっと場所変えよう。そうそう、バレそう。あー、なんか撃ってんな。あいつ倒して、オッケー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 。もうちょっと前進して、え、こっから、あうまい、あ、美味しい美味しいな、これ誰も気づいてない。うれ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 うまい、うますぎる、これはうまい、これはうまい全然オブジェクトのルールを無視した形に、うえー、なってるけど、ダメか。さあ、さすがに報いを受けたか。いや、でも
だいぶ良かったな。10キロ以上したな、今。うわーこれなんだよな。たまにクソリスがあるんですよね。バトルフィールド4は全然クソリスがないのに。そうそうそう。こういうのに限ってクソリスがあるんですよね。さあ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 、前に進んでいこう。あいつ、ふぅ、危ねえ。さて、とりあえず、反対側進みたいんだけど。よし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 。あー、ダメか。あー、裏回ってたか。あれ？下にいたんじゃなかったか？そう、やられたか。あそこのね、あそこ取っていきたいんだけど。あ、味方が取ったか？ない。あ、取ってないな。味方取ってくれ。取ってる間に俺が。よし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 。あ、終わったか。なるほどね。あそこの、旗取りのところを敵に取られてると、Y ウィング ?X ウィングか。X ウィングが。倒せない。X ウィングがね、いっぱい来ちゃうので、なるべく止めたいんだけど、でもやっぱりね、なんか、激しいっすな、抵抗が。あいつ倒したい。あー、倒せないか。近づいてジェットパックで。あー、リロードが間に合わない。うーら。オッケー。奥にもいた。あー、いや、味方やったか？ナイス。あー、いつシールドか！くっそー。グレネード投げて。うーら。アップね。でも、この LMG 強いですね。なかなか。さて、ちょっと危ないから、これタイファイター使って、ちょっと逃げれるか、逃げ切れるか。オッケーよし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 。さて、お、痛め、駆逐してやる、駆逐してやる。 X ウィングか、あれ。あー、くそ。どうやってこれど、うえあって、もうちょっともうちょっと、多分もうちょっとでやられるやつは。オッケー、よし。いやー、うわー、ちょっと待って、被弾した。ちょっと待って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 。これどうやって振り切るんだ？どうやって振り切るの？いや、ほんと全然使ってない割に、最初に敵の飛行機を倒すってのはでかい。あれをロックして。あー、まずい。いやー、あいつだけは倒したい。あいつだけは倒したい。あいつ、あー、くそ、ダメか？もう一回、もう一回。どこだ？どこ行った？あー。やられた、X ウィングに。そう。やられた。さあ、どっちの拠点行くかな。右かな。右の方が行きやすいんですよね。左の方は、どうしても。あー、やばい。もう一人、もう一人、もう一人、もう一人。ナイス。ちょっと、左の方はね、若干要塞化っぽいのがあるから。うわー、ミスった。ちょっと待って、ジェットパックミスった。これ逃げ切れるか？しまった、間違えた。あっぷね。もう左の方はね、要塞化みたいな感じっていうか、部屋の中だからね、どうしてもこもられてしまうと相手の方が強いんだよな。だからなるべくこっち側の拠点を取っておきたい。取れるかな。なるべく呼ばれないように、呼ばれないように、呼ばれない、よしよしよし、呼ばれないように、よしよしよし、今ならいける、今ならいける、よし、ナイス、味方。俺がやっとく、俺がやっとく。よし、オフラインにしたぞ。敵の応援もこれで来なくなるんじゃないか。おし、反対側もオフラインにしてる。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。うら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 、あーし、オッケー。ふぅ、中から出てこい。蜂の巣にしてやる。蜂の巣、シールド持ちか。あー、逃げたな。そしてさっき謎のしゃっくりが出る謎のしゃっくりが出るっていうね。喋りすぎるとしゃっくり出んのかな。さあ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 、いけるか。おい、いるねいるねいるね。オッケー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 。あー、やばい、まず味方頑張れ。うわー、向こうから来てる。惜しい、ダブルキル。
けるか。バカめ、後ろだよ後ろ。オッケーオッケー。ふう、さあ中を占拠してオフラインにしていきたい。いけるか。うわー、まずい。来た。うわー、くっそ。あ、どうしても2人いたときはね、どうしてもないね、あれはね。こう1列に並んでくれたらうまいこと言ってたんだろうけど、なかなかそうもいかなかったな。さあ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 、倒せないか。いける。オッケー。あー、シールド持ちか。ナイス。シールドは中がね、手薄、中に入られたらどうしようもないから、中に入りきって、まずい、ジェットパック使って。あー、危ねえ、自分でグレネードをミスりそうになった。まあ、ミスったんだけど、自分で自殺しそうになった。オッケー、ナイス味方。そう、シールドをね、なんか個別でシールドを貼ったりすることもできるんですけど、それはね、なるべく中に、そう、敵のシールドの中に入って近接格闘すれば全然いけるから、よし、オッケーオッケーオッケー。もうここの中えげつねえな。ここの中えげつない。大丈夫か。もう味方がやってくれるだろう。僕は前線押したいな。前線押したい。いけるか。あー、倒せる。あー、あれは倒したかった。くそー。いけ、なんだ、何のダメージだ、こいつか。あ、違うな。うわー、なんだ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 。ちょっととりあえずこの中入ろう。誰かいるか。レーダーである程度見えるけど、危ねえ、グレネード。レーダーである程度見えるけど、ある程度なのでね、初戦というか、そうそうそう、ちゃんと正確には見えないから、しっかり注意していきたい。あれ、これどこに繋がってるんだっけ。わかんない。や、迷子になるとこだった。やめようやめよう。てか、その敵のアップリンクの拠点が変わってるから、そっちに行こう。迷子になってる場合じゃなかった。うわー、ちょっと待って、空からはせこい、本当に。何なんだ一体。空はせこいよ。さあさあさあ、危ねえ危ねえ。もう本当によく狙われる。なんとかね、回避。うわえ、敵狙ってきてんな。さあさあさあ、この上か。このあれはいないかな。あいつ倒してえな、あいつ倒して。いやー、いやー、な、左、嘘、左にいた。いや、このジェットパックほんと便利だな、回避するのにすごい役に立つ。いやー、全然当たんないな。何なんだろうな、遠距離ほんとに全然当たんないんだよな、どの武器にしても。あー、まずい、くそー。そして最終防衛ラインは硬いんだよな、本当に。すごい硬い。うわ、なんだこれ。兵士が死んでる。あー、この兵士のせいで、まっすぐ飛ばない。全部自分に入って跳ね返ってる。なんだこの、なんだこの死者のマシンガン。死者の実、死者のマシンガンやばいだろう。うわー、えげつね。あー、もう怨念がこもってたね、さっきの。さっきの機関銃は本当に怨念がこもってて、まっすぐっていうか、自分に跳ね返ってきた球が。さてさてさて、お、タイファイターのインセプターか。インセプター取った。ちょっと行こう、もうインセプターで。さあ、さっきの容量で1機は倒していきたい。お、なんだこの赤点の数、2、4、6?6 もいんの?これもう負けるでしょ。うら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 、とりあえず1機でも多く。うわ、早い敵。うわ、えげつないえげつない。早くない敵の。どこだ?どこにいる?これ回ってたらなんとかなるだろう。あ、いた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 。うら。あ、やばい、侵入角度がいく。もう言わんこっちゃない。あんな侵入角度で入ってったら自殺行為だろう。エースパイロットぐらいかな。
エースパイロットがギリギリかわせるぐらいじゃないのかあれは。あーさてとりあえずもう拠点、あーやばいな、あー負けたかマジで。帝国軍弱っ本当はね、そう本当はっていうか普通にやってたら帝国軍がまあまず勝つんですよ。まあまず、うん、勝つんだけど、うん、負けたね負けたのでしょうがないなということでご視聴ありがとうございました。バトルフロントね、ベータ版。皆さんね、製品版も買って、ぜひぜひ。僕はちょっと買うかわかんない。けど、まあ、ね、製品版もぜひぜひ楽しんでくださいということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。